皆さんこんにちは。生きていく上で毎日欠かせないのが食事ですよね。その食事の後に体のためを思うと絶対にしてはいけないことがあるのはご存知ですか？今回はそんな食後にすると NG と言われる行動について見ていきましょう。歯磨き。口腔内の清潔を保つために食後すぐに歯磨きをする人がいますが、これは大きな間違いです。食物は酸性のものが多いため、食後すぐは口の中が酸性に傾いている状態です。歯のエナメル質が弱っている状態で、歯の表面がわずかに溶けた状態になっています。この状態で歯磨きをしてしまうと、歯の表面を傷つけてしまうことになり、かえって虫歯や歯周病のリスクを上げてしまうことになります。食後すぐはうがいで口をすすぐ程度にしておき、歯磨きをするには30分以上時間を空けることが望ましいとされています。お茶を飲む。食後に一息つく際にお茶を飲む方も多いと思いますが、実はこれも体に良くない行動です。お茶にはポリフェノールやタンニンが含まれており、食事摂取によって得た鉄分の体内への吸収を妨げてしまいます。貧血気味の方は注意が必要です。また緑茶には疲労回復に役立つ栄養素であるビタミン D を減少させる効果もあるので、食後すぐの飲用は控えるべきでしょう。タバコ。タバコが好きな人にとって食後の喫煙は至福の時ですよね。医学的に見ても満腹時は脳の酸素濃度が低下するため、タバコを吸いたくなるものです。タバコを吸っている人はリスクなんてもともと承知の上だという人も多いでしょう。ですが食後の喫煙は胃腸の働きを弱めてしまう効果があり、過敏性腸症候群による胃潰瘍の原因となってしまいます。タバコにおけるリスクはがんや脳卒中だけではないということですね。また食後の一服は1本吸うだけでタバコ10本分に匹敵するほどの高いリスクを持ち合わせるという実験結果も専門家により発表されています。体内の血流を制限しないためにも食後すぐの一服は控える方が良いでしょう。ウォーキング。食後のウォーキングは胃の循環を促し消化作用を促進するとされ、良いと思い込んで取り組んでいる人も多いようですが、これは誤りです。実際には食後は胃や腸などの消化器官に血液が集中するものですが、ウォーキングを行うことによって血流が良くなり、胃や腸で必要な血液が体内に循環されてしまうため、消化不良を起こしてしまう恐れがあります。また逆流性食道炎の原因である三逆流を起こすリスクも増大してしまいます。食後にウォーキングを行う際には最低でも30分以上、できれば60分以上は食事を食べ終わってから時間を空けて行うことが効果的かつ体に悪影響を及ぼさないとされています。お風呂。入浴には血流を良くし、体表に向けて血液を送り出す効果があります。この作用によってウォーキングと同じく胃に必要な血液がしっかりと送られなくなります。そうなると胃液の分泌量は減少し、胃腸の動きも悪くなるため、消化不良を起こしてしまう恐れがあります。これまでに行われた
胃や腸の動きを表す蠕動を入浴時に超音波で観察した実験でも、湯船に浸かっている際には動きが停止していることが証明されています。血流を良くすることは体に良いとされていますが、食後に関しては全くの逆効果だということですね。いかがでしたか？いつも当たり前にしていることがかえって自分の体に悪影響を与えてしまうこともあります。食後は体内でも食物を消化するためにいろいろな作業が行われている状態ですので、何を行うかという部分には注意が必要です。これからも一つ一つの自分の行動に関心を持つことから始めていきましょう。ご視聴ありがとうございました。ご登録よろしくお願いします。